はい、皆さんどうもこんにちは、武道です。ファイアーエンブレム封印の剣、続きをやっていきたいと思います。セシリアとギネビア王女を無事救出することができたロイは、ナバタの里の巫女だというソフィアの案内でミスル半島の中央にあるナバタ砂漠へと向かった。来たー、ナバタ砂漠。ソフィアの話によると、ナバタの里は砂漠の中のオアシス地帯にあり、今はベルン軍の襲撃を受けているというのだ。ベルの狙いはそこに住む竜であるかもしれない。里へと急ぐロイたちの前には砂嵐という大きな壁が立ちふさがっていた。来たー、砂漠来たー、索敵。さあやってきましたね。ついにこのショーからマジカルジェイガンこと、セシリアおばあちゃんが、我が軍にですね、入隊することになりました。確か開始と同時に加入するんですかね。あとソフィアもね、やっと来たよ。もうね、死んでも守るセシリアさんは、マジでセシリアおばあちゃんと、あとこのオルトと、ゴンちゃん、この3人はマジで収賞に連れて行きますので、はい、頑張ります。ということで、ですね、このユニット選択とアイテム整理はしておきました。はい。で、まあ馬はね、アレナーザちょっともうリストラっていうか、まあ無理やろ今回は。で、アストールと、キャスを連れて行きます。キャスがちょっと心配なんですけど、まだ1回も経験値上げてないから。で、盗賊はもしもの時のためにちょっと拾ったものはね、輸送隊に飛んでいくようにちょっとアイテムをいっぱいにしてます。はい。まあもしもの時ですよ。もしもの時。うん。ね。で、飛行系をティド入れたかったんですけど、ちょっとね、きついかなと思ったので、ちょっとひどいんですよ、能力が。うん。今回飛行系はミエレディとシャニーですね。まあ、唯一じゃないな。まあ、上級職2人でガンガン行こうかなと思ってます。で、ですね、私ね、このマップよ結構知ってるんですよ。なんか縛りプレイの動画とかでいろいろなんかね見たんですよ。なんかこの辺にねアイテムが一番、なんかね縛りプレイ動画で多いのが、最初に盗賊をこっちまで走らせてなんかアイテム取るっていうのをよく見たんですよ。で、このマップは外伝条件がある、あるんですよ。それも知ってるんですけど、うん、なんかそのプレイ動画とかでよく見たんで、このマップは。で、この辺になんかソフィアが導きの指輪を拾うっていう光景もね、頭に焼き付いてるんで、導きの指輪マジで欲しいんですよね。ルー用とリリーナ用2つ欲しいな。まあ、レイ用も欲しかったんですけどね。まあいいや。で、あとね、この辺にも、この骨の周りね、にもなんかアイテムがあった気がするんで、まず、アストール隊、こことここ。で、残りは、キャスを守りながらみんなでこっちに行こうかなっていう感じですね。作戦はそんな感じです。やりましょう。第14章、理想郷。お、そうだ、すっかり忘れていた、イグレーヌさんですよね。イグレーヌさんは、あ、お美しい。あ、イグレーヌさんでもいいな、弓使い。でも支援相手、あ、イグレーヌさん使いてえな。なんかファかわいいですよね。さあ急いで、ファ。神殿の奥まで行けば隠れるところがあるから、そこまで走れるわね。ファは疲れたよ。わがままを言わないの。さあ、ベルンの兵が来ないうちに。ソフィアお姉ちゃんは？わからないわ。
ベルヘイに捕まってしまったのかも。ねえ、ベルに捕まえられたらお外の世界に行けるの？ダメですよ。外と交わってはならないと長老様も言っていたでしょ。うー、つまんない。かわいい。ファーかわいいな。おい、それにしてもベルンはどうやってこのナバタの里のことを知ったのかしら。ソフィアから聞き出したんじゃない？あ、違うのか。ソフィアは言いませんでしたね。でもソフィアはベルンに捕まってましたよ。少し以前からソフィアが言っていた。ベルン軍より感じられるという不吉な力、それと何か関係があるのかしら。どうしたの、ぼっとして。あ、今はそんなこと考えてる場合じゃなかったわね。ファ、こっちよ、早く。お外の世界見たいな。ひゃー、お、サイス。あれ、右の人はあの八将外伝の あの人の色違いじゃね。何でしたっけ名前。ヘニングヘニングのグレーバージョン、うん、サイス、ナーセン将軍はまだか。は、援軍として傭兵たちと竜は参りましたが、ナーセン将軍の部隊はまだお見えになりません。えい、一体何をしておられるのだ。今の戦力だけでこの里全体を占領することは不可能だというのに。とりあえず国王陛下にこの里にいるという竜の話だけでも報告せねば。サイス、貴様エトルリアの王都アクレイアへ向かえ。陛下は今そこを通られているところだ。何と報告いたしましょうか。この里にも竜らしき存在あり、捕らえた者の話では神竜と呼ばれる 竜なり、また神竜とは竜の中で最も強い竜を言う以上だ。は、ではすぐに急げよ。すごい砂嵐だ。はい、この砂嵐が私たちの里を外からずっと守ってくれたのです。なるほど、これだったら見つかりそうもないね。それでどっちに向いて進めばいいのかな。はい、このまま北東へ。ただ砂嵐のせいで砂漠に飛ばされたいろいろなものが落ちているかも。足元に気をつけてください。エイルカリバー。クラリーネと比べよう。あ、でクラリーネレベル高え。うわ、強っ。まあ、HP がね、実質クラリーネ負けてましたからね。あの前回、天使の衣を使ったんで、HP32 ですけど、うん。ちょっと待って、絶対殺したくねえ、マジで。あ、ソフィアも守らんといかんな。レベル1シャーマンとか絶対強くなるやん。もう絶対強くなりますよね。あ、でもそのソフィアね、なんか支援相手をが誰になるかわからんじゃんね。枠に余裕があったらね、使ってもいいと思うんですけど、ちょっと今のところ未定ですね。使わないかも。でも絶対強くなりますよね。これ典型的なファイアーエンブレムあるあるですよね。育てるの難しいけど、育てただけめっちゃ強いみたいな、うん、レベル1やしな。14章でレベル1加入っていうのはかなり期待できますね。アストール隊。あ、ほらほらほら、もうよくこの光景を目にするんですよ。なんかプレイ動画で一旦目に盗賊左に走らせて魔除けかで、ですね、ミレリー、あ、いや待てよ、あ、マム君がおる。マム君怖えな。動いては来ないと思うんですけど、この辺をちょっと宝探ししたいんで、リークで、マム君の範囲に注意して、ここかな。これだったらシャニーもディークの支援かな。うん、ミレディはちょっと運ぶで、左下誰もいませんね。で、ソフィー違う、どうしようかな。キャスここまで行って、
松明。さあ、どんな感じ？あ、あ、そっか、索敵、そうかそうか、ドラゴンか。索敵で飛行系とかマジ卑怯ですよね。しかもこんな見晴らしのいいマップで、なんか聖魔の何でしたっけ、あれは 何章だっけ、19章、なんかロストン聖教国のあの索敵マップはさ、あの障害物が室内だったから障害物があってさ、やりやすかったけどさ、こんな何もない野ざらしで索、あのなんかこう、こんな飛行機が飛んできたらもう無理ですよね。車に入ってるんじゃないの、あ、入ってないのか。まあいいや、次のターンこの辺もこいつとドラゴンを倒して安全にここら辺で宝探しできるようにやろうかな。あ、で作戦があるんですけど、セシリアさんは絶対殺したくないので、今回このショーに限っては、まあ、移動も少ないし担ごうかな。うん、担ぎます。あのルトガーで担ぐで、レスト渡してルトガーで担ぐで、クラリーネはまあ切り込むやろ。で、ソフィーヤここまで行って、ソフィーヤも多分ね、そのドラゴンから来たらやばいんで、ロイだったら死んでも全然いいのでロイで担ぐ。ゴンちゃんここ、リリーナここ、オルトはロイとラブラブ、こんな感じか。マム君の範囲には入った。まだいたのかよ。おい、あ、来た、ナイス。マム君の範囲に気をつけてやらんといかんな。まずベルン傭兵って書いてありましたね。あれ、これ、うわ、ドラマス、うえ、いや、勝てドラ、おいおい、ナイス。こいつどうする、一旦で殺さんといかんよ、こいつ。ディーク届かんじゃないと、あれ届かんと思う。あ、まずミレディ殺す。ミレディも宝探せるかな。この辺になんかあったんですよね、記憶だと。このこいつ、あー、やべえ。うー、あ、でも意外にそうでもないな。うーん、あー、ディークが勇者やったら手斧投げれたけどな。ちょっと一旦カットします。あ、そう、ディークはですね、鋼の剣を使おうかなって思ってます。ディークね、鋼の剣で高速落ちしないんで、輸送隊に余ってる鋼の剣はディークに使わせようかななんて。ちょっと待ってよ、その槍、でもダメージ与えときたいよな。危険ですもんね。まあこれは言ってもいいでしょう、当たらんやろ。当たったらそんな運が悪いよ。 18% とか当たんなよ。よし、あ、偉い、ナイス。あれ、あ、そう、あ、そうか、15か。あー、シューターがあればな。じゃちょっとこのドラマスの範囲に気をつけて、うまく逃がさんと。キャスが危ねえな、キャスが。キャスの前にルトガーでこいつ倒せんかな。こいつやべえ、技速さ下がっとって、これですよ、十分戦えますね。え、マム君は大丈夫よね、マム君。うん、あ、一撃以外ありえない。よし、もうルトガーはねガンガン使います。このショーは経験値稼ぎとかそういうマップじゃないからな。で、こいつに注意して、キャッス、ここ
松明。おお、見える見える。おお、松明っていくつ？かなり広がりましたね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 も見えるのか。はあ、まあいいや。そうやな、誰か食らってもいいっつったらゴンちゃん。いや、ゴンちゃんは先まで、やっぱり最大歩幅で行きたいから。リリーナは耐えるかな。攻撃27、あ、やばいかも。23くらう、あ、死ぬ、一撃で死ぬ。じゃあここやな。でロイはマジで死ぬからこのターン動けないな。クラリーでも耐えるし。さあどうや。何最初のやつか。おら、ちょっと命中落ちるな。あ、ナイス。いいね、ディーク。魔法が消える。あれ、別のやつか。多いな。よし。あ、でもこいつはマム君の範囲に入るぞ。やめよう、それ。あ、何？はあ？おやすみ。ちょっと待って。あー、こいつ何？リカバー。あ、来たー、ハヤテの羽送る。こいつなー、どうしようかな。こうかな。で、ちょっとな、支援範囲から絶対外したくないな。絶対に外したくないな。でも手やり投げる。何もせんよりマシか。うん、気休め程度に。でキャスを起こさんといかんな。うーん、クラリーネはレスト持ってきたんで起こせるな。クラリーネでレスト。あ、いや、救出リレー、いや、ダメだ。クラリーネレスト。なんて優しい起こし方。よし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 、魔力いい感じですね。全然 30% じゃないですね、この魔力は。成長率結構いいぞ。この2人はいいぞ。力も魔力もガンガン伸びるぞ。もう前回がひどすぎましたよね。前回の成長は本当思い出したくないぐらいひどかった。ルトガーの横の横が OK か。横の横いけねえな。ああ、ちょっとこいつなんとかして。ゴンちゃんいけねえ。ここら辺リリーナ、この辺で。でそうすることにより安全地帯ができる。ここ安全地帯か。で、ゴンちゃんはしっかり支援を乗せたい、ここを。で、ロイ、遅えな。オルト、あ、オルト1人ぐらいは範囲に入れても大丈夫だから、ここまで来るか。
ここやな。あ、まあここ、ここでもいいか。ここでもいい。直接攻撃食らったところですね。痛くないし。あ、じゃあミレディを、ミレディ担いでいいかな。速さ8。担いだら、速さが、8ぐらいか。同じか。ちょっと怖いから、この辺は大丈夫だ。はい、ルトガーは、ルトガーマム君、マム君はちょっと背負ってる状態ではさすがに嫌だ。だからまあこの辺か。クラリーナの支援付きで、なるべく支援は切らしたく、うん、あら、さっきのやつか。うっ、さっきのドラマス来たな、おい。さよなら。さっきのドラマス誰も届かんやろ、あそこ。あ、リカバーしにもらいに行ったんか、あいつ。さ、え、ちょっとまずくない？それはちょっとまずくない？え、ほら、おい。はあ、クラリーネ届かんよね、あそこは。はあ、あれよく見たら司祭やな。キャス担いだ方がいいんかな。ちょっとこいつやばい、こいつやばい。オルト、ああ、オルト一歩、でもこいつは倒さんといかんやろ。頼む、いけ。はっ、おい、当たるなよ 17%。 ちょっと待って、ディークはマム君の攻撃を耐えるのか。攻撃が 32？ 耐える、耐えるけど、あー、ちょっとな、回復がないんですよね、こっち側の部隊は。でもこいつは倒さんといかんもんね。マム君やべえな。うーん、あー、いや、今のはシャニーで攻撃せん方がよかったかもな。逆やったかもしれんな。ちょっと待って。やばいって。ディークラ、あ、ルトガー届かん。こいつは、サイレスか。サイレスとかも警戒してもしょうがない。こいつですよね。いや、まだリブローはいいわ。とりあえずクラリーネライブ、ドラマス速さいくつでしたっけ。11か。だから、11やったら77のやつがやばい。速さ7だとさすがにおらんよね。あ、おった。速さ7のやつおった。ちょっと待って、あ、キャス眠っとうね。そうや、キャス眠っとう。でもキャスまではこん、よし。ゴンちゃん、リリーナ、ちょっとリリーナは攻撃27、死ぬっつったね、さっき。死ぬね。ゴンちゃんの後ろが空いてるから。来た。あ、待って、どうしたの、ゴンザレス。どうして急に逃げた。あ、そうか、この前の試合でなんかリリーナがロイのことが好きっつったからゴンちゃんがいじけたね。うるさい。キャ、もう俺に疲れくるよ、消えろっけ。
出したらもっとつらい。分かってる、俺は醜い。あんたは綺麗、あんたと俺は違う。でも俺忘れない。あんたのおかげで俺人間って。え、うわ、ありがとう。ダメ、きついな。その言葉はね、嬉しい時に使うの。そんな風にお別れみたいに使うなんてダメなんだから。ジジイだ、なんで泣く。ゴンザレスだって。ゴンちゃん泣いてんのか。あんたと一緒にいたいの。ジジイだ。近づくな、近づくななんてそんなかわしいこと言わないで。ジジイだ、俺ゴンザレス。うわぁ、いやーやばい、なんかますますゴンちゃんのことが好きになったこれで。まあね、人間ですからね、ちゃんと。わあ、これはそうよ、人間だよ普通に。ちょっとでも前回の成長マジで悔しいな。技上がったのにな、速さも伸びたのに。前回マジでひどかった。でもこれからに行きたいです、マジで。ルトガーでこいつを倒す。ほら、さあ、オルトは多分大丈夫なんですよ。耐えるんですよ。ここ OK よね。むしろオルトに来てほしいな。じゃあ、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次回のドラマスのあれが怖いけど、はい。じゃあ、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。